はい、皆さん4月の中頃になりました。さあ世界は大変ですが、こんな時に野菜を育てているというと食料確保になります。さあでは今日の食料はどれだけできているでしょうか。まずはエンドウ豆から見ていきましょう。まずはキヌサヤエンドウです。うわーすーごい、もうまさに今が旬ですね。ものすごくたくさんのキヌサヤエンドウがなっておりますので、ご覧ください。さ、それでは早速取っていきましょう。エンドウ豆はビタミンは B 群、そしてミネラルはカリウムなど豊富に含んでおり、ビタミンミネラルもたっぷり。そして豆類ですからタンパク質も豊富、そして糖分もたっぷり含まれていますからエネルギー源にもなるんです。こんなに取れました。さあこちらはスナップエンドウ、スナップエンドウもできてますね。最初はあんなに細くてヘロヘロだったんですけども、こんなに立派に、しかもこんなに豆がたくさん、すごいですね。自然の力というのはすごいもんですね。まだ先の方花が咲いてますんで、あと1回ぐらいは収穫できるのではないでしょうか。エンドウ豆、キヌサヤもスナップエンドウもこれだけたくさんずっしり取れましたよ。おお重い。うん、甘くて美味しい。